ジャックは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、パーミット級原子力潜水艦の7番艦。艦名は、様々な魚の名であるジャックにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦48番艦以来2隻目。ジャックの建造は1959年3月13日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に発注され、1960年9月16日に、 寄港する。1963年4月24日に、グローブス夫人によって、命名、浸水し、1967年3月31日に、艦長ルイス・ティー・ウルバンツィク・ジュニア中佐の指揮下収益する。ジャックは、実験的に、減速ギアを介さずに、タービンと推進シャフトを直結した、直接駆動推進システムと二重反転プロペラを搭載したことにより、 姉妹艦より20フィート長い船体となったものの、かつて同様の機軸を実装した実験潜水艦アルバコアの場合とは異なり、期待されたほどの成果は上がらなかった。ジャックは1990年7月11日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下に解体が始まり、 1992年6月30日に作業は完了した。ありがとうございます。